ベイブレード。ベイブレード X で遊ぶ際はスタジアムを地面に置き、シュート後は適切な距離を取りましょう。世界最速公開ワイドエクストリームスタジアムで3人バトルしてみたい。通常皆さんベイブレードの対戦って何人でやります？2人ですよね。ベイブレード X、はい、進化しております。こちらご覧ください。えドローン、できる3人で対決できるこのワイドエクストリームスタジアムが7月13日に発売予定となっております。発売。そしてこのワイドエクストリームスタジアム、ジャパンチャンピオンシップ2024で導入が決定しましたので、今回は一足先に3人バトルの情報をお届けしたいと思います。ワイドエクストリームスタジアムなんですけれども、はい、3人で戦えるということで、はい、3つのポジションからシュートを行えます。今までレフトとライトしかなかったところにこのセンターが加わっているというふうなものになっております。そしてですね、これ見えますよね、この紫のところ、はいはい、エクストリームラインが搭載されているということで、はい、超加速ギミック、はい、エクストリームダッシュも可能となっております。3人で、すごい。そうです、すごいな。3個がこうエクストリームダッシュをするっていう場面も起こっちゃうというふうな、今までにないベイバトルができるよと。でさらにですね、オーバーゾーンとエクストリームゾーンの数も変わっております。はい、真ん中のこのでっかいところ、ここがオーバーゾーンになります。でここの端2つがエクストリームゾーンになっております。そうなんや。なのでエクストリームダッシュをすることでこのエクストリームフィニッシュが狙いやすいっていうのは通常のスタジアムと一緒っていうになってます。でも3人のバトルの場合ってルールとか勝敗ってどうやって決めるんですか？確かに、あのワイドエクストリームスタジアムを使ったこの3人バトルのルール、全部2つ。1つ目が5ポイント制。5ポイント制、はい、で2つ目は2勝選手というふうなものがございます。まずですね、5ポイント制の方なんですけども、最後まで勝ち残った1人に他の2人の負け方、そのポイントが全部入るというふうな。なるほど。はい、1人がこうオーバーフィニッシュでこう飛び出ましたよと、はい、もう1人がピンフィニッシュで負けて、で最後1人残っている人がそのスピンフィニッシュの1ポイントとオーバーフィニッシュの2ポイント、うん、合算して3ポイントが手に入ると。おー、で合計5ポイントを先取した人が勝ちというふうなものなんで、エクストリームフィニッシュ、エクストリームフィニッシュになると、うん、一発で終わっちゃいます。ここに、はい、で2つ目は2勝選手制のバトルですと、うん、まあ、3人でバトルをして、うん、最後まで勝ち残ったら1勝、はい、でこれはもうシンプルに先に2勝したブレーダーが勝利となりやすい、はい、本日皆さんでこのワイドエクストリームスタジアム遊んでみたいと思います。こちらこれまで発売された全種類のベイを用意しましたので、好きに試出してみてください。やばい、こんな出てるんすね、改めて。ちょっといいですか、1個。せっかくなら全部アタックタイプでバチバチにバトルやりたいんですけど。めっちゃいいですか。確かにどんな動きするのか分かりやすいですね。いくぞ、3、2、1、ゴーシュ。うわー、すごい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 。まずはスタンフィニッシュ。さあ、これドランバースタート。おぉー、ドランソードの勝ちということで、はい、アタック伊藤にスピンフィニッシュとオーバーフィニッシュで足して3ポイント。うわー、すごい、激しい。エクストリームフィニッシュと同じ効果や。だから、まあ、3機ともやっぱりアタックしっかりとぶつかり合って、まず最初にシャークエッジがスタミナつきて倒れちゃいましたよと。で、はい、これ倒れたやつ実はそのままなんです。あ、へえ、はい、これにぶつかって自らスタミナを削られることもあるっていうようなバトルになってる。面白い。でもやっぱそれぞれちゃんとエクストリームダッシュもできてたから、してた、してた、みんなしてた、面白くて、してた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 。はい、大塚提案があります。お、どうしました？アタックタイプ、ディフェンスタイプ、スタミナタイプのその3組、3タイプでちょっとバトルしてみたいなと思うんですけど、はい、いくぞ、3、2、1、ゴーシュ。さあ、外側から参りましょう。おー、ゲームをプレイクするか。わあ、やばいやばい。オランダ側がまずはバースト、太郎太郎忍びシャドウが邪魔をしている。どうなる？邪魔邪魔邪魔。バイパーテイル
スピンフィニッシュ。邪魔だよ。セラピン。邪魔。え？負けたならどっか行ってね。セラピンのルールはどうやって？これが正しい。バーストしてもパーツがこのまま残り続けます。こんなど真ん中に。私がやったポイント全部取られるんだけど、私がバーストさせました。やっぱ悔しいアタックと今の悔しいですよ。だってもう負けたやつここにずーっと惜しいとこうやっているからさ。でもこれがなんかまあ3人バトルの良さな気がしますね。面白い、今までにない展開で悔しさも倍。なんか結構兄弟喧嘩で俺やりたいとか結構見たりするから、これ3人でやって楽しい。お母さんとかお父さんも交えてできるっていうのはすごいいいスタジアムだなっていうふうに思いました。負けちゃったけど俺もちょっと入れてくれへん。えマジでやりたい。俺ずっとこうやってるだけやな。おー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 言ってずっとこうやってるだけやから。左回転のベイが入ることによって変わることというか、前やってもらった正面衝突もわあガッツリ起こりますので、いくぞ3、2、1、ゴーシュ。おっとまずはバースト。さあ残ってバースト、邪魔だ邪魔だ邪魔よ。さあ弾き飛ばした。さあでもユニコーティングがスタミナを奪われたね。さあコバルトドラグーン、さあ中央でぶつかっていく。さあ倒れていきそうなのがインコーティング。耐えろ耐えろ。さあコバルトが粘ってスピンフィニッシュ勝利ということで、フォーカーさんがまた一勝ということで。よし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 。ねえ分かった、倒れたくせにずっとそこにいるみたいな。いなかったら勝ったもん。そう、ということで皆さんもう感覚つかめましたね。はいはい、ガチバトルの方をしていきたいと思います。ワイドエクストリームスタジアムで世界初3人バトルトーナメント。トーナメントということで、ここからはこちらの4人にも参加していただきます。今回ジャッジをするブレーダージョーです。ブレーダージョーはですね、公式大会でもジャッジ務めてますんで、精密なジャッジを今日ねやっていただこうと思いまして、お呼びしました。初参加のブレーダーバンです。普段はイベントとか大会で MC だったり、ジャッジだったりをしています。今日はね優勝したいと思います。ビブレー、お願いします。バン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 、絶対いいやつよ。3人ずつ3つのブロックで1回戦を行いまして、はい、各ブロックの勝者3人が決勝戦を行いまして、はい、見事勝利した人が初代ワイドスタジアム王に輝きます。惜しい。ワイドスタジアム王になりたいか。なりたい。使用するベイは発売されている全てのベイの中から1つずつ早い者勝ちで決定。各メンバーが相棒に選んだのはこちら。果たして優勝するのは誰だ。対戦相手を決めたいなと思うんですが、もう好きなとこ行きましょうか。はい、3ブロック作るんで、はい、A、B、C、はい、もう自分が思うところに行ってください。わかりました。早い者勝ちです。はい、はい、よーい、スタート。よいしょ。なんかみんないっぱいいるかな。そうなんだろう、そうなんだろう。おー、予選の組み合わせが決定。各ブロックの勝者1名が決勝へ進出となります。まずは異なる3タイプのベイがぶつかる A ブロック。果たしてどんなバトルを見せるのか。ライノホンで弾き飛ばしたいと思います。一撃性能のドランバスター一瞬で決めます。ダブルモーションのレオンクローでこの場を制したいと思います。それでは A ブロックファーストバトルいきます。いくぞ、レディーセット、スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。さあ、おっと、ドランバスターが一瞬落ちた。残ったのはレオンクロー。ファーストフィニッシュとエクストリームフィニッシュ、5ポイント一気に取れた。一瞬のうちファーストが起こって最後エクストリームフィニッシュを決めるという、えぐつよ。A ブロック勝利者のブレーダーバンでした。続いて大会唯一の左回転、コバルトドラグーンが台風の目となるか。注目の B ブロック。このヘルズハンマーとともに二度とないこの9人のトーナメント絶対制したいと思います。いやでもこの3人バトルにおける、うん、
左回転の魅力お伝えしたいと思います。アタックで攻めて絶対に勝ちに行きます。ウィーイ、レディーセット、スリー、ツー、ワン、ゴーシュー。さあ、いきなりぶつかっていく。さあ、おっと、ドランダガード、さあ、オーバーフィニッシュ。やめて、ここはドランダガード、やめて、ここまで取り取る、やめて、ドランダガード、オーバーフィニッシュとスティーフィニッシュ、3ポイント取ったのはセラピーさんです。今のはそう、まずヘルザンマを吹き飛ばして、うん、そこからドランダーが小刻みな動きで相手の体力削って最後スピンフィニッシュうまく取った展開だったかなと。いや、すごい弾き飛ばされた、はい、続くセカンドバトル、まずは私篠長のコバルトドラグーンが大倉のヘルズハンマーをバースフィニッシュ。そのまま持久戦にもつれ込み勝利したのはこっち。おお、じゃあ耐えた。そして篠長とセラピーが共に3ポイントで迎えたサードバトル。ゴーシュー。待って待って、何が起こってる。やばい、コバルトドラグーンの勝利。ピンブロックを制したのは篠長さんです。すげえ、いや強い。コバルトドラゴンやっぱアタック力あるんで、またねヘルザンマンをバーストさせますか、思いっきり、はい、バーストしてばっかで慣れてる相性がそうなるんでしょうね。そして後半でちょっとやっぱりヘルザンマンの方行っちゃって体力削られるかなと思ったんですけども、やっぱ最後重さもあるんで見事持久勝ちで勝利してきました。こうなったらちょっと優勝を目指して頑張ってください、はい、頑張ってます、頑張ります。はい、最後は C ブロック。多彩に戦えるバランスタイプ2機に対し、アタックタイプのドランソードはどう戦うのか。はい、ちょっと見た感じ、うん、米中メンバーがボッコボコにやられてるので、ね、はい、ちょっとアタック伊藤がアタックを見せつけたいと思います。頑張ります。頑張って。バイスタイガーはね、3タイプ複合なので、うん、どんなタイプのベイにも万能戦えるので、そこをここでも見せていきたいなと思います。確かに楽しみ。ちょっとこのヘルズチェイン、お気に入りのベイを使ってこの、まあ、柔軟にね対応して勝てたらいいなと思います。レディーセン、スリー、ツー、ワン、ゴーシュー。よって4ポイント制したのは工藤さんです。結構もう序盤にもうオーバーフィニッシュ1個決まった後にもう続けてもう弾き出したというところで、もう早々に4ポイントを先取したというところで、最後のこう残って邪魔をするっていうことはなかった。確かに早い試合でしたね。セカンドバトル、いくぞ、レディーセット、スリー、ツー、ワン、ゴーシュー。さあ、そんなトリロットドランソーダー序盤からエクストリームダッシュの応酬で激しいぶつかり合いがあったんですけども、どれも押し出すことはできず、最終的にスタミナ勝負になったところだったんですけど、先にやっぱりアタックタイプであるドランソードがちょっとやっぱりスタミナ的には不利で先に倒れちゃって、まあバイスタイガーというところで工藤ちゃん勝利でしたね。瞬時にこうみんな構えた時にどこにみんな落とそうとしているのかを狙って避けるようなシュートをしました。高等テクしました。決勝に進んだのはご覧の3名。初代ワイドエクストリームスタジアム王に輝くのは誰だ。自分としての称号を持ったことはないので、ここで初めての称号かっさらいたいと思います。頑張ってください。このままレオンクローで俺がキングになります。戦いもね、さっきほどのような激しいのになると思うので、ちょっとパワーで押し負けられないように頑張りたいと思います。バランスタイプ2人いるんで、いろんな、ね、戦い方ができるというところがね、うん、特徴なので、どんな戦い方してくるのかというところが、うん、注目なんですが、なんといってもコバルトドラグーン、うわー出た、色が全く違いますから、はい、これで狙い撃ちすることも、ね、できると思うんで楽しみでございます。いくぞ、レディーセン、スリー、ツー、ワン、ゴーシュー。さあ、いきなりレオンクラが激しく動き回ってきて、このおっと、オーバーフィニッシュ。残ったのはレオンクローとコバルトドラグーン。さあ、レオンクローどうなる。さあ、降りてきて、これはスタミナ勝負か。さ
これはフィニッシュ、コバルトドラグーン勝利、3ポイント、篠永さんに入ります。3ポイントコバルトドラグンらしいなんか勝利でしたね。そう、今のです、結構もう3つのベイともの動き回るベイだったんで、結構三つどもえのねバトルになりまして、ガンガンガンでよくぶつかるバトルだったんですけども、やっぱり重さをね兼ね備えたり、あと激しいアタックができるコバドラグンが最後制しましたね、勝利を。あー、なるほど。セカンドバトル、いくぞ、レディーセット3、2、1、ゴーシュー。さあ、レオンクロがいきなりエクストリーコバルトドラグーンがオーバーフィニッシュ。さあ、残ったのはヘルスケイトとレオンクロ。ああ、ヘルスケイトスティーブ・ジュー。工藤さんに3ポイント入ります。いやー、強い。いや、面白かったですね。今もうコバルトドラグーンがですね、正面衝突起きて当たったんですが、弾き飛ばされて自分はオーバーフィニッシュになってしまったんですけども、まあ、そこをね、欲乗りといいますか、ヘルスチェインが最後勝利した形になりましたね、それを。それでは決勝戦サードバトル、いくぞ、レディーセット、コバルトドラグーン見事オーバーフィニッシュ決めたんですが、やはり最後バランス力を持ってね、最後持久力もあったヘルチェーンに軍配が上がったような形になりました。お見事。いや、素晴らしい。斜めにすればコバルトドラグーンのアタックを面で受けれるんじゃないかなって考えて、ちょっと直前でちょっと斜めにしてみました。すげえ。まともに考えてました。さあ、ということで改めまして、初代ワイドエクストリームスタジアム王は工藤ちゃんです。おめでとうございます。今回紹介したワイドエクストリームスタジアムは全国の B4 ストアの体験会や G3 大会で使用されていますので、ぜひ遊びに行ってみてください。はい、ということでガチバトル終わりましたが、実はここで優勝した工藤ちゃんにちょっとお願いしたいことがあります。あら、はい、ちょっとあそこにある箱を取ってきてもらってもいいですか。何、何、優勝したのに、まあ、ちょっとあの、この箱を開けてもらってもよろしいですか。はい、3、2、1、パカ。何これ。こちらですね、エアロペガサスという新しいベイブレードでございます。すごい。優勝したあの工藤ちゃんだけこれ特別に触っても大丈夫です。アタック、アタックなのかな。すっごいなんかでも太いビットが。7月12日発売予定のコロコロコミック、またあの近日公開の開発者レビューの方で詳細をお伝えしますので、そちらの方チェックしてみてください。3、2、1、